こんにちは。障害年金コンサルタントの宮里です。診断書と病歴、就労状況等申し立て書には整合性があることが求められます。それは受診状況等証明書にも同じことが言えます。これらの書類に整合性がない場合や不備がある場合は、せっかく提出した書類が返送されてしまうということもあります。修正にも時間がかかりますし、再提出ということになりますので、審査も最初からとなり、障害年金の支給決定まで大幅な時間のロスとなってしまいます。書類が差し戻しとなる主な理由をお伝えしますので、障害年金の請求書を年金事務所に提出する前に、改めて確認するようにしてください。1、診断書などに前に医者にかかってたという記載があるにもかかわらず、病歴、就労状況等申立書に記載がなかったり、受診状況等証明書が添付されていない。2、病歴、就労状況等申立書で、発病から初診までの期間が長い場合において、その経過が詳しく説明されていない。3、病歴、就労状況等申立書に、初診日からの病歴等の記載がない。4、病歴、就労状況等申立書に、病院に受診していない期間の記載がない。5、病歴、就労状況等申立書に、医療機関ごとの受診期間や経過、状況が書かれていない。6、病歴、就労状況等申立書、受診状況等証明書、診断書の間で、病院への受診期間が一致していない。その他にも請求書が差し戻しとなるケースはありますが、まずはこれらの注意点に該当していないかを確認するようにしてください。